デジタル変調は、搬送波を不連続に変調する変調方式である。デジタル情報通信などに使われる。アナログ変調と異なり、搬送波が不連続に変化する。当初、電信からの連想で、キーイングという用語が使われたため、古くから、ある方式の名前には、その影響がある。後に導入された方式においては、アナログと同じモジュレーションという用語も用いられるようになった。 無線電信で使われる半送波の断続による情報通信もある種のデジタル変調といえる。振幅変異変調はデジタル信号を制限波の振幅の違いで表し変調する、すなわち振幅変調するものである。日の場合は o ッ k と呼ばれる。モールス符号を用いた電信は o ッ k の一種とも言える。以前は使用されることのほとんどない変調方式であったが、 ETC やキーレスエントリー、フィドタグなどの教育通信を中心に用いられることが多くなってきている。特殊なアスクとして以下のものがある。位相変異変調は一定周波数の半送波の位相を変化させることで変調するものである。変化した位相の種類を増やすことにより、変調1回あたりの送信ビット数を増やすことができる。移動体通信をはじめ、 衛星デジタル放送や2400万4 8 0 0 b p s のメタル回線用のモデム、アマチュア無線の PSK31 などで用いられている。パイ4シフト 9PSK の信号空間ダイアグラム0.0110.11の順にせず、隣り合う符号状態が1となるようグレー符号を使用することに注目周波数変異変調は、 例えば、データが0の時半層波を低周波数、1の時高周波数に変化させる方式。アナログでは、周波数変調に相当する。300.600,200bps のメタル回線用のモデムなどで用いられている。また、無線による印刷電信で使われた。16QAM 直角位相振幅変調は、タチのアスクを直角位相変調することで、 位相変化と振幅変化を組み合わせた変調方式である。1シンボルあたり遅れる状態数を多くできるため伝送効率が良いのが特徴であるが、反面シンボル間の振幅、位相距離が近くなるため必要とする C、絵の比は PSK などに比べると高い。シンボルあたりの状態数に応じて 16QAM64。 q a m 2 5 6 q a m などと呼ばれる。組み合わせ個数が多いことを利用し、通信線の状況に合わせて通信速度を変化させることにより、送信誤りでの再送信による速度低下の影響を少なくし、送信効率を上げることもできる。二百点九、六百点一二、零点一四、四百点一六、八百点二八、八百点三一 200.33、200. 600.56、000、b p s のメタル回専用のモデムなどで用いられている。また、マイクロ波による地上及び衛星通信、携帯電話、モバイル通信でも多用される。あまり使われていないが16アップスック、32アップスックというものもある。8PSK の振幅を2大回以上に切り替えて、変調したものと考えることができるが、 QAM の信号ダイアグラムを複数の同心円の上に並ぶ、要塞配置して、消費電力の変動を小さくしたものとも言える。遅延検波が可能とされる。BS の 4K 並びに 8K 放送では16、アップスックを使っているが、既存の 4PSK、8PSK の衛星デジタル放送と比べ、パラボラアンテナが同心円の数だけ大型化する欠点があるの。 割り当てで32アプスックを採用してフレームレートを既存のデジタル放送に比べ倍増することも検討された。OFDM の周波数 OFDM は以下の例で使用されている。ありがとうございます。